ピーシェンジ版、栄冠君に、高校野球全国大会2565枠目。和骨です。監督。黒金さん、東映さん、鈴田さんいらっしゃい。おじさん、リグザさんがレです。今日は5回戦ですね。勝てば準々決勝。誰が三つ脳のコールド連勝記録を破るのか、はい、私気になります。うん、まあ地方予選全部コールドっていうのはね、やってそうでやってないからね、なかなかね。セントピーシエンジン水産、水鉢工業もね、ぜひやりたいところでね。和骨です。はい、3年 B 組ドンパチ先生さんに対し、今日は5回戦。勝てばベスト8。さあ、相手は市ヶ尾根、初対戦ですね。市ヶ尾根。さあ、慶応山。無双坂、横須賀大、延長で清水川岡、周永大、倉総理さんいらっしゃい、横浜商科、勝負大した。はい、ベスト8が最後のベスト8の座をかけて、市ヶ尾根高校対三ツ橋農業。今日はルパンダとかまどの方だね。今日は、そうだね。さあ、三ツ橋農業対市ヶ尾根高校の地方大会予選5回戦です。実況実況太郎、解説西岡原一郎さんです。西岡原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。和子にしょ。はい、にしょ、妙見さんでしょ。和子君です。はい、アガド大門さんいらっしゃい。さあ、先行市ヶ尾根です。今日の先発は三ツ橋農業、沢田君です。1回戦目は完全試合、6回完全でしたね。6回完全。1番山口君、三振、フルカウントから三振、計1個目の三振。2番清原君、市ヶ尾根の清原と言われています。あ、そうでしょうね。レフトファールフライでツーアウト。赤戸大門さん、ありがとうございます。3番古川君、ドライアウト。単球単身単単身単身リポートは石原です。2個目の三振。さあ、立ち上がり三者問題です。素晴らしい立ち上がりでしたね。はい、さあ、1回裏三ツ橋農業の攻撃です。ワン、ツー、スリー、フォー、ミサイルファイト、ドン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 。相変わらず派手な花火の音。ルパン、ルパン、ルパンでさあ、テレテレテレ。森さんが一番最初。さあ、ところでワンアウト。2番ワイカ君。さあ、ワイカちゃん、また火を吹いた。宇宙間ツーベース、牽制気をつけろ。3番今日はかまどくんです。トライ、6割バッター打ち上げた。伊賀さんが例です。アウト。ツーアウトランナー二塁と変わって4番の61本くん。さあ、61本くんつないだ。ツーアウト一塁三塁、牽制気をつけろ、ダブル。5番ペサくん、ここは鋭い打球でしたが、ピッチャーゴロー。いや、鋭い打球よくねえね。フィールディングが良かったですよ。1回裏、三ツ橋農業はチャンスを逃しました。さあ、2回表、市ヶ尾根高校の攻撃。4番の鈴木君。トライ。トライ。アウト。三振。3つ目の三振。5番、泉君。トライアウト。2者連続三振。前の回から入れて3者連続、4つ目の三振。6番時田君。トライアウト。連続三振、5つ目、4者連続三振。
さあ2回裏水橋農業の攻撃、6番の中島くん、2球目打ってセカンドゴロ、ワンアウト。7番谷垣くん、ここまで2本のホームラン、長打力ありますよねこの谷垣くんね。2球目打ってサードゴロ、2アウト。8番大下くん、初球でサードゴロ、今日みんなサードゴロでしたねこの中でね。まあちょっとね、みんな引っ張ろう、引っ張ってね、引っ張ろうという意識あるんでしょうね。たまにまあ逆らわないでね打つの方がいいと思いますけどね。さあ3回目で7番篠崎くんから、今日切れてますよ、キャッチャーの大下くんがちょっと取れませんからね、非常に変化球が切れてますね。アウト、三振、これで5者連続三振。8番中塚くん、ここは大きな当たりですがレフトフライ、ツーアウト。9番桜井くん、あっとスパースパー、ちょっとすっぽ抜きましたね。デッドボールで市ヶ尾根高校初めてのランナー、ツーアウトランナー一塁。1番山口くん、サードゴロ、アウト。西野ここまで3試合やってますけれども、まだ打たれた安打はわずか1本のみ。いやー、1安打、被安打1ですから素晴らしいですよねピッチャー陣がね。さあそのピッチャー澤野君から、トライ、来てからアウト。さあ2番2巡目です、1番ルパンダ君、2巡目の西野は怖いですよ。さあその怖い水野、1番ルパンダ君ホームラン。やはりね、2巡目になると捉えてきますね。1巡目は様子見なんでしょうね。先制ホームラン、またしても水橋農業一発、トライ、トライ、三球三振三三振、アウト。今ワイカ君ライトファールフライ、ツアウト。ルパン、ルパン。3番川野君も三球間、24個目線でしょ、牽制球でくろう。4番61本くん、牽制球でくろう。ここはファーストゴロ、しかしこの回ルパンザ君にホームランが出ました、先制ホームラン。三ツ橋農業1点先制です、1対0。まあ市ヶ尾根にとっては、ね、ここまで無失点で抑えてきました。やはり2巡目のミスのはね、なかなか抑えるの厳しいですよ。1巡目は抑えられるんですけどもね、2巡目に行くとやはりどのピッチャーもね捉えられますよね。7つ目の三振、3番古川くん、三振、連続三振で8つ目。1番鈴木くん、よく後ろそれる、まあ、それるだけやってもう本当切れてますよ今日は。三振、ここの爪、さあ5番スペシャル君、短球短身短短身、なかなか短球短身短短身、今日は1回だけですかね、短球短身ね。スペシャル君ここはレフトフライ、ワンアウト。6番中島くん、これもセンターフライ、ツアウト。7番谷垣くん、まあみんな初球打ちで開けちゃいましたね、ちょっと淡白になりましたよこの回はね。ちょっと球が甘いんでしょうけども微妙にこうね捉えきれてない感じですかね。さあ5番イルビくんか潜水くんか分かりませんけども、ショートゴロ、ワンアウト。市ヶ尾根高校5回表、6番時田くん、トライ、セカンドゴロ、アウト。7番篠崎くん、トライ、トライ、単球単身単単身、これで2桁奪三振10個目。さあ8番キャッチャー大下くんから、トラ
イアウト。サードゴロ。なんかこいつ多いですね。今日はね多いんですよね。それだけサバド君のね球がフォークボールがねキレがいいっていうことでしょうね。なかなか分かってても取れないということでしょうね。はい。アウト。ワイルドピッチなんでしょうか。パスボールなんでしょうか。まあパスボール両方あるでしょうね。まあ三つ栄冠はすべてパスボール扱いにされますけどね。ワイルドピッチがないんですけどね。アウト。さあ今回三者凡退。しかし一番のピッチャー5回を1点で抑えてますけれども。いや非常にやはりね5回戦まで来ただけあって一同年のピッチャー非常にこの中高くんですねピッチャーね中高くん今日非常にベストピッチャーないでしょうかねここまでねドライ非常に粘り強くピッチングしてますよホームラン打たれた後普通動揺してね連打食らうんですけれども連打食らいませんからねあーホームランならいいと切り替えていこうっていうのができてますよね中高くんね桜井くん打ち上げでショートフライツアウト一番山口くんトライアウト探球探進探探進12個目の三振2番ワイカくん5割5分5輪トライさあライト前出ました牽制気をつけろ頑張ったまるくんピッチャーゴロでしたがこれはゲッツーは無理ワンアウトランナー二塁得点圏で4番61本くんピッチャーゴロ、まあ、ちょっと外角の逃げる球をね引っ掛けましたねツーアウトランナー二塁5番スペシャくん今日はまだノーヒットトライ牽制球できろスペシャルポーンスペシャルくんの2号ホームランこれでいやーここで待望の追加点が来ましたね3対0中島君ファンところしかしこの回スペシャ君のツーランホームラン2点追加3対0まあ1号でのね中島君も非常に粘り強く投げてましたけどもねついにこと切れましたかねさあ清原君1号で初安打まだしかし3点差ですからねまだ分かりませんよ3点差はねドライさあ3番古川君に対してこのサインはまあエンドランでも仕掛けておっと来ましたね打てっていうサインでしたねノーアウト一塁一塁さあ初めて今大会あっとしかしここで牽制に刺されたいやこれは一顔ね痛いですね4番の前ですからねあっとここで鈴木君が打ったこれはエカウントツーアウトランナー二塁まあここ本当はね3連打だったわけですからね3連打ですからね3連打で1点も入らないというのはちょっとね一顔でとしてはビッグチャンスを封印しましたね牽制者は痛かったですねさあ7番谷垣君打ち上げて、あーと落球これは痛いダイブリヒター準備しとけ今日はジョーは出番ないからよしさあ押したスリーベースコークスかいやこれはエカウントダイブさあここでピッチャーサバノ君に代わって代打リヒター2年生のリヒター君が公式戦初打席2年生もね使おうというところで経験をねここでアピールしておきたいですよねしかしここはレフトファールフライツーアウト先ほどホームランのルパンタ君ここはセカンドゴロー追加得点ならずまあ1号の中高くんね非常に粘り強いピッチングしましたねじゃあ矢上さあ抑えは2年生の矢上くんがマウンドへ全問と一族も意地悪
これからに期待か。ワン、ツー、スリー、フォー、ミスノー、ファイ。まあ、2年生ですからね、これからですね、まだね。6番、時田くん。矢上くんはここまで2試合に投げて、3イニング投げて、無失点です。被安打もゼロ。三振。ドライ。アウト。三球単身、単身。ドライ。ボール。ドライ。八番長高くんも三振、三者連続。いやー素晴らしいですね。さあ三橋農業初めて今大会8回まで戦います。今のワイカくん今日2安打。ボール。ボール。ショートゴロ。3番かまずくん炭治郎。さあツーベース、牽制気をつけろ。追加得点のチャンス、2番61本くんキャッチャーファールフライ。今日のミスのあと1本がなかなか、ね、出ませんね、はい、このタイムリーが今日出てないんでね、得点が入ってませんよね。トライ。メシャ君のピッチャーゴロ、なんとかなんと水野のコールドゲームを記録を阻止しました。水野のコールド途切れる。いや一顔ね、素晴らしい、内容ですよ。コールドを阻止しましたからね。しかしバッティングの方はまだここまで3月、あと9番桜井君が意地のヒット。これで4安打。ドライ、ドライ、三振、4つ目の三振。アウトは全て三振で取っています。トライ、ファールボール、アウト。単球単身、単身、三振、5つ目。今度阻止に蜂蜜販売員が値引きの札を外しました。トライ、ツーストライク、アウト。単球単身、単身、全て矢上君アウトは三振で取って3対0ゲームセット。矢上君は公式戦初セーブでございます。いやセーブがつきましたね。はい、値引き外した。パチ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 を、どうありがとう、ありがとう。まあエラー5は後ろに反らしただけですからね、これは気にしなくていいですね。はい、見事、勝ちました。予選でこれとは大丈夫ですか。今年のベスト8、今日この男性の試合、まあコールドでできなかった、今日の試合が初めてですからね。はい、まあ絶対に、地方予選すべてコールドっていうのはね、今まで歴史上、今ね何年ですか、55年やってますけどもね。はい、セントピーチェンジ水産、ミツバチ工業、三つ農のコールド勝利を阻止するとは大したものです。三つ橋農業とはね、今4年が54年ですかね、54年で一度もないですからね。はい、ここはまあ別に気にしたくてもいいでしょう。はい、今日は猛打賞なし。まあ今日はスペシャルマンのねツーランホームラン、ルパンダの先制ホームランが大きかったんで、ホームラン打った2人には、あっぱれ。はい、試合数も多いしきついですよね。まあ、そうですね、試合数も多いですからね。はい、試合数の少ない三つ校でも連続コールはねできませんでしたからね。さあ相手はベスト8総武大下です。初対戦、まあもうあとはね、もうここまで勝ち残ってきた強豪ですから、はい、水野も油断はしちゃいけませんよね。はい、打線は水野がいますから、まあ水野は投手力もいいんでね。はい、まあ、水野の優位は動きませんけどもね、何があるかわからないのが高校野球ですからね。はい、はい、ありがとうございました。はい、失礼しました。まあ、順当なら横浜消化ですかね、練習試合もやってる。はい、どうだ、 OK。 よいしょ、 OK。 よし、よし、
よし、オッケー。よし、オッケー。和骨です。バーソンさんいらっしゃい。よし。よし。キラ君といえば、制度の月曜版ついに公開ですね。あ、もうやってますか。ついにね。よし。よし、オッケー。よし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 。岩上、ナイスセーブ。ナイスセーブ、ナイスセーブ。はい。よし。はい、3年生。はい、みそに、ナイスピッチング、ナイスピッチング。はい。よし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 。ナイススペシャルマン、ナイス。ナイスオブラン。よし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 。マイルワンダー、ナイス。ナイスブラーン。よし、オッケー。よし、オッケー。セーブ。はい、セーブ、オッケー。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC2 番A カマキミニ高校野球全国大会は毎日やってます。明日は準々決勝、神奈川県予選準々決勝。はい、おとつでした。おつつ、はい、おとつです。おつつ、はい、おとつ、おつでした。おつです。おつです。おつでした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 。